さすがルイズ様、まさかここまで短時間で討伐されるとは。あまりに早いので依頼元も困惑しておりました。確認が取れましたため、報酬金の受け渡しとなります。ありがとう。また近いうちに来るかも。あら、頻度を上げられるので、差し出がましいことかもしれませんが、ルイズ様がわざわざ危険を犯すことを増やさずとも。まあ、いろいろとあるのよ。とりあえずありがとうね。あ、はい。帰りはお気をつけて。何が何だかわからない。とりあえず行かないとダメだ。はあ、俺ここに来るのが通例になってねえか。ああ、今度は何を聞かれるんだ。あはは。その、お疲れのようですね。ああ、使用人の。覚えていただけてたんですね。まあ、世話になってるし。なあ、ルイズって結構変わり者だったりするのかな。と、言いますと。別にいい話ではあるんだが、今こうやってテイトに俺がいること、いろいろと違和感あるんだよ。普通なら問答無用で処刑者だろう。剣士を嫌ってる歴史がある。なのに、俺にやけに世話を焼く。テイトからしたら、いろいろとまずいんじゃねえかなってな。私にルイズ様のお考えはわかりかねます。ので、なんと言えばいいのか。難しいことを聞いたようだな。あんたは、ずっとルイズの家に。いえ、お仕えしたのは私が6歳頃、だったかなと思います。もともとは全く違うところでかろうじて生きておりました。そんな私を、ルイズ様が引き取ってそばに置いていただいてるんです。ふーん。じゃあ昔は何してたんだ。悪かったな。言いにくいことなら話さなくていいよ。あ、すみません。はあ。俺ずっとなんか、ここに来てから地雷踏みまくってる気がするな。爆死してもおかしくねえぞこれ。はあ。代わりと言ってはなんですが、私からもお聞きしてよろしいですか。ああ、いいよ。俺だけじゃフェアじゃないからな。どうして、墓場から何の怪我もなく帰ってこれたのでしょうか。ああ、ルイズがすげえ怒ってたな。言ってなかったんだが、そこのボスかな、その人と話して、少し気に入られたんだ。あと今後、出入りを許可してくれるとか言ってたな。へ。どういうことですかそれ。出入りを許可された。それ本当なんですか。ああ、うん。ボスの人からいいよって。石投げられるかもだけどな。サンリョさんをどうやって。どうやって話したんですか。なんで許可を出されたのですか。おいおい。そんながっついてくるなって。な。あれ、サンリョさん。ごめんなさい。変なこと聞いて。ああ、いいって、気にしないから。は。おい、どうした?おい。は。これは、まさか PTSD。さっきまで何もなかった。喘息の症状じゃない?くそ。ここじゃどうしようも。戻ったわ。何してんの?話は後でする。使用人の様子が明らかに異常だ。どっか寝かせられないか。待って。奥にあるから。おい、しっかりしろ。ここは大丈夫だ。いつもいる場所なんだろ。あ。落ち着いて深呼吸しろ。ここは安全だ。安全な場所だ。わかるか。どういうこと、しっかりして。ほら、一番の味方もここにいるだろ。大丈夫だから。ふう。どうにか落ち着いた。はあ、肝が冷えたぜ。何があったの、私がいない間に。少し話してたんだ。あんたのことと、俺が墓場に行った時のことだ。もちろん俺から墓場の話はしてない。なんで五体満足で帰ってきたんだ的な。で、そこであったことを話した。この前話してないことでもある。それを話したら、物理的に距離を詰めてきてなんでだってうろたえてた。そしたらあれだ。嘘じゃないよね。そうよね。あれは演技でなるようなものじゃない?どうする?あの使用人の話か、クエストの話か。どっちをする?あの子のことを先に話しましょう。わかった。そうしよう。でだ。
一つ聞くんだが、彼女は墓場の何の関係がある、いや関係あるというか、もしかしてその場にいたんじゃないか。なんでそう思ったの？俺が思うにあれは PTSD、 心的外傷後ストレス障害。墓場の話を出さない時は全くもってあんなことにならなかった。俺が話したことで驚き、そこからあれだ。違うか。よくわかったわね。まさかあなたにそこまで。そう、PTSD。 あの子はね、墓場に住んでたのよ。加えて、剣士との戦争で親を亡くした子なの。やはりか。かなり近かったからもしやと思ったが。普通わからないわよそこまで。なんでわかったの？はしょるがな、日本に弟子がいるんだ。そいつと同じように感じたんだ。敵に操られ、意識を保った状態で殺しを強要されたかわいそうな話だ。あなたにそんな過去が。それはいい、俺よりもそいつの話だからな。だから直感でわかった。ってことだよ。いろいろ聞きたいことがまた出ちゃった。けど、まず言わないといけないね。ありがとう。あの子を助けようとしてくれて、あの子に何かあったら、私どうしたらいいか。まだこや、知らなきゃいけないことになりそうだな。あの子は、アリスと同じくらい、いや、それ以上に特別な子なの。私が助けなきゃいけない子なの。私が、少しでも償うために。償い。ごめん、泣きながらだとうまく話せないの。だから、いつか聞く。今はいい。だから泣くな。ごめん。ほんと、俺ステップしながら地雷を踏んでるわ。何よそれ。いろいろ怒らせてんだよ、ここに来てから本当に。はは。自覚ってやつ。知らん。一旦、この話は置いといてさ。クエストの話に移っていいかな。ルイスがいいなら、いいよ。あなたがやったあの攻撃。剣士であってもできない。あれって、何なの？あなたの力。魔法。ちげえよ。親父に教わった技だ。中遠距離でも戦えるようにな。まあ俺は基本、抜刀してからの攻撃はしない。いや。俺がもともといた世界じゃやめたがいいって話になるかな。どういうこと？今回はここまで。すみません、ぼーっと考えてたらこれが必要ということになりました。実のところ、墓場とルイス、使用人のルーことが関係する描写をわずかに出しました。繋がるかどうかは人によります。ですが無理やりにでも繋げます。さて、ネロがあんなに必死に助けようとした様子、なかなかないです。なぜあそこまでやったか、ネロを知ってる皆さんなら、わかるよね。次回もまた、ルイスとの会話などなどになります。お楽しみに。